中島の大浦港中島は、愛媛県松山市に属する離島。同県の北西沖合にある、靴名諸島にある一島で、その中では最も面積の広い友人、指定離島である。同島は、鶴島海峡を隔てて、松山港の沖合約10キロメートルに位置する。みかんとトライアスロンの島として知られる。人口は2,938人、世帯数は1,520個。 国土地理委員による正式名称は中島。ただし、島としての中島と旧中島町域との意味で区別するために、中島本島、または本島と呼ばれることが多い。道島と午後島、鶴島島を隔てる鶴島海峡は、瀬戸内海の東西航路で多くの船が行き交う。骨名諸島を開拓した子祖は、藤原近下方とされる。奈良時代には、 法流寺の寺領となり骨な島の名が記されている。平安期には牛馬木が置かれ、靴な島と記されている。豪族靴な市の本拠となり、瀬戸内海西部に勢力を伸ばしていたが、豊臣秀吉の天下統一により力を削がれ、衰退していった。かつては1万5千人ほどの人口であったが、過疎化が進行している。大きく分けて、東中島、西中島の二つに分かれている。 近代、商品作物の栽培が心を見られ、生姜、女中肉、玉ねぎなど、主力作物は移り変わったが、今日では、柑橘類の栽培が主たる産業である。柑橘類で本島で栽培できない品種はないとも、言われる。しかしながら、台風による塩害により、立ち枯れが多数発生し、また、会食の意欲も盛り上がらず、近年は、かんばしくない。 松山農林水産物ブランドであるカラマンダリンの松山市内の主産地である。かつては、みかんのブランド名も丸中、丸の中に中の字として通っていたが、農業共同組合の合併により、愛媛中央農業共同組合と一体化し、丸中のブランドはなくなり、販路開拓にも支障があるとの声もある。また、台風による円害を受け、会食が必要な園地が多いが、 手元資金がある。程度必要で、柑橘類の性質上、商品になる身をつけるまでに何年か要するが、その間のつなぎ資金の必要性など、困難は多く、再出発もなかなかままならない状況にある。製造業としては、造船所が、大内造船所と岡島造船所の2社、その他、鉄工所や縫製業等が若干ある。 瀬戸内海のメイン航路に接している関係で規模は大きくはないが選手も何件かある。海運島で財を成した人々は旅客航路で接している旧松山市の水戸浜地区で不動産購入等に投資しているなど蓄積がある。集落島全体は一つの山の形をしており島の海岸沿いに集落は点在している。島の中心集落は島の東部にある。 大浦地区であり、旧町役場、中学校、高等学校、農業共同組合の選果場もあり、小規模ながら、商店街や、金融機関の店舗もある。東回り航路の終着点であり、交通の中心である。中島本島のみならず、くつ諸島全体の中心でもあり、小規模ながら、商店街もある。大浦には、中島中央病院があり、 津和島、ドワ島、野口名島、ニカミ島、ムツキ島の5つの島にある5つの診療所に医療スタッフを派遣している。島内には小学校、中学校、公立高等学校がそれぞれ1校ずつある。中島小学校は、旧中島東小学校、旧中島南小学校及び旧甘谷小学校の児童数減少により2009年3月31日に、 並行となり、翌月より、松山市立中島小学校として統合され、開校された学校である、中島港ターミナル。通名は、大浦港である中島汽船が高速船とフェリーを運航している。松山港と本島を結んでおり、東線と西線がある。東線は、大浦港に、西線は、上浦港、西中港に寄港する。西中港はフェリーのみ。 また西中港からは、三上、津和地、土和島への運賃のみが設定されており、その他の港への運賃は設定されていない。中島汽船バス。中島港ターミナルを基軸に、島の各地を結ぶ中島汽船の運営による、中島汽船バスがあり、大浦港を拠点に、島を一周する路線と、トンネル経由で島を横断する路線とがある。中島汽船の船便に接続しており、 例えば、祭典の上浦港から大浦港、網上げビーチの堤防。ありがとうございます。